ありがとうございます。日本アスピンの会岩谷良平より熱い気持ちをお聞かせいただきました。続きまして大阪市長でもあります、大阪維新の会横山幹事長、横山英臣よりお話をお伺いいたします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます、はい、すみません皆さん本当に駅前ありがとうございます。岩谷良平さんの皆さんこの応援をですねどうかお願いしたいと思いまして大阪13区伺いました。さっき岩谷さんからありましたが僕も岩谷さんも2011年に当選同期です。その時は吉村知事も長藤堺市長もみんな当選同期なんです。大阪維新の会を皆さんにお支えいただいて改革を進めてきた本当に仲間というよりも友人に近いぐらい の距離感でお仕事させていただきました。大体維新の会というのはちょっと余談ですけどね、橋本徹さんとか松井一郎さんとかねちょっとこう、まあ、たまに無茶言うんです。無茶言うのを大体こうオーダーが降りてきまして2人で一緒にこう作戦立ててですね夜までどうするって話してて一緒にもう夜までほんまに一緒に戦った仲間です。その岩谷さんが衆議院で今活躍いただいてます。なんとしてもこの人は本当に国政に行って活躍いただけなければなりません。この岩谷さんっていうのは本当口だけじゃなくてどうしたら解決できるのかっていうのを考える方です。本当に中心的に活躍いただける方ですので皆さん何としても岩谷さんお力ください。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。国政の部分今誰も岩谷さん言っていないで、で僕もやっぱ腹立ってます。今回もうちょっともういい加減にしてくれというもう本当に腹立ってます。年明けからずっともう政治家の裏金の話ですね。自民党の裏金の話だからもういつまでやってんポロ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 出てきてですよ。さっきも岩谷さんからあった通り今国民みんなもうしんどい思いしてますよ。大変な思いの中で政治家だけが私利私欲を肥やしてたわけでしょ。自分たちのお金をポッポないないしてたんですよ。ちゃんと政治資金収支報告書に書いて皆さんにご説明したらよかった。でもそれをせずに記載せずに税金も受けずに自分たちポッポないないして好き勝手使ってた。もう一度言いますが国民の皆さん今しんどい時に政治家はそればっかり考えてることに僕たちは本当に腹が立ってます。いい加減にしてくれ。大阪では皆さんにお叱りいただいておい政治ちゃんとしろ自民党ちゃんとしろというお声をいただいて維新の会という政党ができました。皆さんのおかげです。そして議席いただいて一番最初にやったことがさっき岩谷さんからもありましたけど議員定数削減でした。府議会議員2割削減した。僕ら当選して1ヶ月でそれやったんですね。そしたら本当に議場にバリケード張られまして議員にね入らないでくれとほんまにそんな声で言ってくるんですよ。それを僕たちはもうダメだ、これは市民の皆さんとのお約束だから議員定数削減はやりますと言って夜中に押し込んでこれを定数削減します。議員報酬削減もやってます。僕は大阪市長、大阪市長の給料は4割削減しています。報酬4割削減です。選挙後に妻に言いまして妻にちょっと怒られましたけども給料はもうずっと4割削減、これは橋本さんも吉村さんも松井さんも4割削減してます。退職金も退職金本当に広いですね。あれもう市長政令市の市長って言ったら4年勤めるだけで4000万出ますからね。退職金知事も4000万出ますよ。兵庫県の知事とか5期勤めてるから多分2億円ぐらい出てますね。全部皆さんの税金ですよこれ。全部皆さんの税金でそういう退職金とか政治家が優遇されてきた国が今の日本なんです。でそれを大阪というのは財政ボロボロになりました。大阪府も財政ボロボロになって借金まみれになった。さすがにそれやめてくれということで僕ら維新の会が誕生して改革することができました。今この10年間皆さんにお支えいただいて進めてきた改革、まずは政治家の身を正して、そして政治家がちょっと給料削減しただけでも皆さん のサービスに充てる財源というのはなかなか賄えませんから、次にやったことは役所組織全体のお金の流れを見直しました。例えば天下りというのをやったんですね。役人が定年したらそのまま何も問題なく次のところに行ってまた1000万とかもらうわけです。こういう天下りも禁止、天下り団体も廃止。団体の皆さんいっぱいいます。世の中には団体の皆さんいっぱいいます。団体の皆さんに運営補助金という形で運営に補助を払っている。その補助というのは財源は皆さんの税金ですよ。その運営補助もごめんなさいちょっとやめさせてくださいということで見直した。
団体の皆さんにお金を渡す前に僕たちは市民の皆さんお一人お一人に返したかったんです。だから団体の皆さんちょっとそれは一回やめましてくれと言った。そして役所全体の改革もやりました。これ各局にねこれ予算というのを策定するわけです。予算を作るときにシーリングと言いました。ちょっと 95% ぐらいで予算を持ってきてくれと言って、俺はもう研究学学の喧嘩になった喧嘩になったけど、大阪は今借金を返すことができて貯金もできて財源ができました。財源ができたら今行政サービスに渡していくことができます。大阪が変わると民間の皆さんが民間企業が、おなんか大阪面白いな、万博も来年万博もやりますからね、万博もある、大阪 IR も進む、そしたら鉄道も進めようか、そしたら民間投資をしようか、税収が上がる、上がった税収をまた行政サービスにお渡ししていく、こういういい流れを作ることができるんです。できるけど、これ口で言うのは安し、やろうとしたらやっぱりね、たくさんお叱りも受けました。ちょっと維新の会やりすぎちゃうかと、補助金なくしすぎちゃうかとかね、でたまにやっぱりちょっと子供たちの方ばっかりやりすぎちゃうかとか怒られることもありますよ。あるけど、さっき岩谷さん言ったように、もう今人口減って若い世代の負担が増えて、これから明るい未来が描けない今の社会において、教育の無償化や子育ての無償化、将来世代への投資を進めることで子供たちに元気に暮らしてもらって、人口を安定化させて安定した社会保障制度を作っていきたいという思いで、徹底した将来世代の投資をさせていただいています。だから子どもたちの教育の無償化っていうのは子どもたちのためだけじゃなくて、今を生きる全ての皆さんに関わってくると僕は思っています。それを増税することなく、負担を皆さんに押し付けることなく、財政改革でやってきました。でも口だけじゃなくて、まずは政治家が覚悟を決める、こういう流れを大阪でやってきたんです。あんまり大阪の改革ばっかり言うとね、最近ね、大阪の改革を押し付けるなんてちょっと怒られるんですけどね、ここは大阪なんで言わせてもらいますね。皆さんの改革ですから、これは。こういう改革もできたんです。そしてやったら財源生まれて、そして行政サービス向上できた。でも今の国政見てくださいよ。30年前から人口は減る、社会保障制度はボロボロになるって分かってたんでしょ。分かってたんですよ。分かってたのに、人口減少に抗う政策もやらない、子育て政策もやらない、そして社会保障制度改革もやらない、選挙のたびに皆さんにいい顔して金をばらまいて、結局真綿で首を締め上げてきたわけですよ。国民皆さんの見えないところで締め上げてきて、このまま自公政権になっても医療も年金も福祉もボロボロになるじゃないですか。僕らは今、日本維新の会は愚直に提案を進めています。今やらなければいけない政策はこれですと言っています。もしかしたら一時誰かの負担が増えるかもしれない。だけどこのままお手手つないで沈没の日本じゃなくて、一時改革してでも前に進んでいこうという提案をしています。でこういう提案は自民党も公明党も絶対できない、逃げ続けていますよ。怒られるの嫌ですから、やっぱりやったら怒られるから。でも今やらなければ結局負担を受けるのは皆さんなんです、国民の皆さん。それを説明せずにね、そういう覚悟を示さずに自分たちの裏金だけポッケないないしてたわけでしょ。僕はこれに腹が立ってるんです。で維新が提案したら、日本維新の会が例えば無償化と社会保障制度改革って提案したらですよ、急にね、いや維新は国民をいじめてるとか言うわけですよ。お前たちがやっといてくれ、失礼でしたね、お前大変失礼しました。あなたたちがやっといてくれ、あまりに腹が立ってる。あなたたちが30年前からやっといてくれたら、国民の皆さんこんなに苦しまずに済んだんですよ。でも政治と金の問題すら解決せずに、私腹を肥やして国民の改革は先送り、これが今の自公政権。皆さん、今回もしまた自民党がこの日本全体で大勝するようなことがあれば、政治家はこう思います。ああ裏金作ろうがね、私腹を肥やそうが、人口減ろうが、若い世代の負担が増えようが、選挙で過半数あるから、おいへっちゃらだよ、改革なんかしなくていい、間違いなくこうなります。これはもう中で見てきた僕たちが感じています。そんな国家にしちゃもう絶対にダメです。繰り返しになります。大阪ではそんな政治やめろということで、
皆さんが日本維新の会、大阪維新の会という政党を作っていただいて、そして改革を一つ一つ進めることができました。維新も完璧ではありません。当然ほど遠い。僕たちにもたくさん不足はある。だけど政治と金や改革についてはどの政党よりも愚直に取り組んできた、その自負もあります。皆さんが生んでくれたこの日本維新の会という選択肢を、ここでこの灯火を終わらすわけにはいきません。皆さんには日本維新の会、そして岩谷良平という選択肢があります。皆さんと共に維新の改革を中心で担ってきたこの岩谷良平に、今一度皆さんどうかお力いただきたいと思っています。本当に厳しい戦いですので、お一人でも多くの方にちょっとお伝えいただいて、そして岩谷良平を皆さんどうかよろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。もうたくさんの仲間もいまして、僕だけちょっと喋らせていただきましたけども、野田市長もいるし、広野府議も西野府議もいます。で市議団もいますし、神戸市会議員の弟さんも来られてます。みんな維新団結してですね、皆さんと共により良い国家を目指して頑張っていきますので、皆さんこれからも維新の会、岩谷良平よろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。横山さん、ありがとうございました。皆さん、言い忘れましたけど、今、期日前投票始まってます。この近くだって東体育館、朝の8時半から夜の8時まで。で、期日前投票っていうのは、整理券とか身分証とかいりません。体一つで行っていただいても、今すぐ投票できます。まあ、ぜひ、この足で投票所に行っていただきまして、東体育館行っていただいて、投票をお願いをいたします。まあ横山さん、上品な方なんであんまりおっしゃいませんでしたが、今回やっぱり浦賀議員さんの戦いですから、皆さんに選んでいただきます。浦賀を作って、そして、皆さんに増税の負担を押し付けながら自分が浦賀を作って脱税していた、そんな浦賀議員さんをこれからも東大阪の代表として国会議員として認めるかどうか、あるいは横山さんと一緒に改革をやってきた私、維新の会、岩谷良平を選んでいただけるか、皆さんの一票で、投票で決めていただきます。どうか皆さん、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ちょっと、本当にごめんなさい。もう一個、万博で、ね、来年やりますんで、ね、万全の状態で、吉村さんと一緒に、全力でやってますし、一個だけ僕、万博で岩谷さんに言わなあかんのでですね、僕らは万博っていうのを皆さんと進めてきたんですが、10年以上前からもう一回万博しようって言ってたのは本当に岩谷さんなんです。で、これこの時ね、実はあんまりまだみんなそんな空気じゃなかったんです、もう一回万博っていうの。でも当時からずっと万博をもう一度やろうと愚直にずっと言ってきたのは岩谷良平さんです。これは本人国会でもなんか自己紹介で言ってもうだだ滑りしてましたけど、本当に彼が中心で言ってきて、実際そう万博が今動き出しました。で動いたらやっぱり世界中からいろんな投資が今面白い話がどんどん来てますんで、世界中から興味が出て投資が受けて、また税収上げて行政サービス上げていく、いい流れを作っていきたいと思いますんで、皆さん本当にいつもありがとうございます。これからもまたよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。大阪維新の会幹事長、桜田恵之さんからお話を伺いました。どうもありがとうございます。日本維新の会、岩谷良平の熱い思い伝わりましたが、